はい、今日はまたあんまり話を聞いたことないようなことをしようかなというふうに思います。今日もよろしくお願いいたします。はじめにですね、お坊さんの、位っていうのはどうなってるかという話をします。で、私ども の大徳寺派というの中では一番上が最重という位になります。これはだいたい官庁さん、もしくはそのクラスの方、そのクラスの方ってどういう方かというと、具体的に言うと、その宗派に非常に貢献があった、例えば宗務総長とかいう役職をやられて、年齢がもう80ぐらいになった方、いうのがだいたい官庁さんが、新しくなった時とか、そういう時に何人かそれに加えられるというような方ですね。要するに、ほとんどいません、最重という方は。ですから、でその下に禅重、重寺、東道、聖道、徳禅、禅道、主祖、増須、寺社、深海というふうにあります。で、要するにこの深海から主祖の間は大体そのお弟子さんの立場の方がなります。でそこから上になると、大体和尚さんと言われるところですが、聖堂、徳禅、禅堂というようなところはですね、副住職さんが大体このランクにおられます。でその上に、禅住、住寺、東堂とありますが、ここら辺の方が住職をされている方ということになります。ですから一般の、和尚さんで一番上で禅宗ということになります。で、これは一応年齢的なものもありまして、禅宗は絶対に50歳以上にならないとなれないというのがありますが、大体和尚さんになってきますと、禅道というのを取って、その次に徳禅というのを取るんですが、その間に要するにその審査が通ってですね、禅道を取ってから2年以上経ってないとその次の位にはいけない。で徳禅からまた聖堂に行くにも2年以上経ってなきゃいけない。でそれからまた、聖堂から東堂に行くのに2年かかってなきゃいけないとか、いうふうにもう決まっています。それが要するにお坊さんの位としてこういうものがある。で大徳寺派ではそんなに数が多くないんで、この最重っていうのは一番上になりますけど、例えば明神寺派とか行きますと、その上がまだあってですね、歴重とかいうのがあります。で私はこれはあんまり見たことないですけど、建長寺派なんかですと三重なんていう位もあるようです。ですからここから最重から上っていうのは特別な方しかならないというふうにご理解いただければいいかなというふうに思います。それからですね、お寺には寺班という、お寺の、簡単に言うとランク、というようなものがあります。で大徳寺派の場合はですね、別格地っていうのが一番上で、その下に一等地、二等地、三等地、四等地、五等地、六等地、七等地、八等地と、こういうふうになっています。で大徳寺の場合ですけど、大徳寺の中にあるお寺、一般的に言う塔頭と言われるお寺ですね、は特例という言葉がつきます。ですから、特例別格地とかですね、特例一等地とか、大徳寺の中のお寺には全部特例という言葉がつくと。それ以外のお寺ではですね、特別な例を除いてはですね、別格地というのが一番上になります。別格地というのは要するに、特に由緒があるお寺とか名刹であるとか、そういうお寺がなります。それから一般的なお寺が、一等地からだいたい五等地ぐらいの間にある、これが一般的なお寺です。でそこから下になるとですね、大体はですね、兼務住職になっているお寺とかですね、あとはもう本当に、そのお寺だけでは到底やっていけないようなとこ、要するにお堂だけしかないとかですね、そういうお寺もありますんで、そういうのが6、7、8ぐらいに、来てるのかなというふうに思います。でなぜこんなふうに分かれているかというと、はっきり言って我々賦課金って言いますけど、お寺に、本山に納める、
お金がですね、まあ一般的な言葉で言えば税金なんですけど、これがですね、そういうものによって決まってくる。要するにそのお寺に何人、どのくらいのお坊さんがいるか、と、まあ、あと、まあ、このランク分けですね、まあ、要するにランク分けっていうのは簡単に言うと檀家数さんの数がある程度あるお寺がここら辺になるんで、まあ、これによって区分けされるということです。で、まあ、ついでに言うとそれこそ妙心寺派とかで言うとですね、南東地の下に南宮っていう、まあ、床のね、ある宮ですね、学級の宮ですね。でその宮っていうので1級2級3級と、例えば1等地3級とかですね、2等地2級とかで、まあ、そういう区分けが妙心寺派さんなんか行くと、またもっと細かくあるということです。なんかよく分かりませんけど、見てて、あとですね、南宮っていうのは相国寺派さんなんかもあるんですね。でこれは相国寺派はそんなに数はないんですけど、まあ、なんでそこまでつけるのかよく分かりませんが、そういう区分けを細かくつけているところもあります。そんなことで、まあ、一応お寺のお坊さんっていうのは一応そのお寺のお坊さんとしての位、それと、まあ、こうお寺の、まあ、ランキングみたいなものがあるということが案外と一般の方は知られてないかなというふうに思います。本山なんか行きますと、まあ単標で、まあ、黒い板にですね、白い字で書いて、その一等地とか二等地三等地というふうに区分けで、まあ、こう飾られてたりするんですが、まあ、そういうものがあるということです。まあ、今日はですね、あんまりこう一般には、まあ一般の方から見ればですね、お寺はみんな一緒だと思うんですよね。何等地とかお坊さん、そこの和尚さんが、どのランクだかあんまり、まあ、意識はしないと思うんですが、そういうものがあるということです。今日はちょっとそんな話をさせていただきました。どうもありがとうございました。